はい、どもらいです。今回ですね、こちらのトレジャーマップ VS タシギの、初心者編成の方を紹介していこうと思います。いや今回も、トレジャーマップ来ているんですけど、まあ、今回タシギ編ということでいいですね。うん、最近タシギ出てきてないからね。パンクハザード編が最後かな。パンクハザード編のタシギなんですけども、いいですね。うん、なんですね、モネと戦ってる時が一番良かったなと思いましたね。うん、あと意外とスモヤンが入ったタシギもなかなか良かったんですよね。うん、あれはあれで良かったっていう感じですよね。で今回のトレジャーマップの期間がですね、1月19日から、1月23日まで、まあ皆さんも、まあ、この期間内に、しっかり1000万頑張ってみてください。でですね、あ、そう、前回確か結果発表してないと思うんですけど、いや前回はクソでした。はい、全然ダメでした。確かね、どうにか降格しないラインまでは行ったんですけど、もう全然ポイント稼げなくてですね、ダメでした。はい、まあ、今回はね、ちょっと皆さん期待してください。うん、でまあ編成の方を見ていきましょう。はい、ということで最初は金右衛門編の方を、紹介していこうと思うんですけど、まあこちらね、いつも通りなんですけども、ルフィですね。このルフィ、こちらのルフィ、うん、これ配布で配られるルフィですね。クエストクリアするとゲットできるモンキー D ルフィなんですけど、もうこれのね、必殺技さえ打っちゃえばもう勝てるので、うん、このルフィさえ、リーダーにしておけば、問題なく倒せると思います。いや本当にね、戦長効果とかあるじゃないですか。もうこんなん関係ないから、本当に必殺は打つだけで勝てるので、うん、まあそこだけ、見ておいてください。で、あとは、あれですね、ポイント高めのキャラを入れているっていう感じです。はい、ということで続いては、ロー&、チョッパー編ということで、まあ、こちらはですね、バトル3でスロットをお邪魔スロットに変換と、5ターンの間必殺技封じで5ターンの間しびれがついているんですけど、まあ、これはね1体のキャラで解決できます。それがこちら、これはいつかな、前回ぐらいに確かトレジャーマップで来てたチンジャオなんですけど、まあ、こちらはですね、必殺技で1ミリかかってしびれと必殺技封じを5ターン回復し、お邪魔スロットを自走って変換、もうこの時点で、ギミックは全部、解除できるので、まあ、このチンジャオさえ入れとけば、大丈夫だと思います。まあ、あとは、まあ、一応ねウルティ&ページワンで火力を、上げると、うん、多分ウルペがいれば多分倒せると思うので、うん、であとはポイント高いキャラを入れている。まあ、できる限り強靭と野心タイプ、まあ、リーダースキルがそうなんで、野心と強靭タイプのキャラを入れているっていう感じですね。はい、ということで続いては、スモヤン編ということで、まあ、こちらはですね、スロットをお邪魔スロットに変換と、技即属性、心属性、地属性スロット振り扱いになると、 あと力属性もですね。で4ターンの間1000を超えるダメージを 90%、軽減ということで、まあ、この 90% 軽減に関してはこちらかな、うん、こちらの、アシュラで、解除できますと。4ターンの間、いや4ターン減らすことができるので、で、まあ、全スロットがフリースロットになってしまうんですけど、まあその場合はニックスロットにするとかレーンスロットにする。で、自分はですね、一応こちらの、白星マンシリーの方で、全スロットを二次スロットにできるので、まあそれで、まあ大丈夫かなという感じですね。であとは、スロットをお邪魔スロットですね、このマンシリーのやつ、お邪魔スロットは変換できないので、まずこちらのルフィで、そうですね、お邪魔スロットを次スロットにしてから二次スロットにするという感じでいこうかなと思ってます。あと固定もできるので、チェーン固定もできるので、まあ、火力の方も問題ないかなと思います。で続いてこちらゾロ編ですね、こちらはですね、バトル3の方で必殺技1ターン巻き戻しで10ターンの間上段のスロット封じで2ターンの間タップタイミングバリア、過去グッドが、3回
で5ターンの間、受けるダメージを 90% 軽減という感じの、まあ、ギミックがあるんですけど、軽減はですねこちらの、まあ、ちょっと前ぐらいに来てたイベントなんですけど、この戦国さんの必殺技で、まあ、5ターン減らすことができるので解除できるかなというところと、まあ、必殺ターン巻き戻し、まあ、こちらは、波の繊維効果で必殺技を巻き戻し3ターンできるので、その後に必殺技で1ミリの必殺ターンを1ターン短縮させるという感じでいけるかなと。であと10ターンの間上段のスロット封じ、まあ、こちらはですね封じ系はどうすればいいのかなと、まあ、調べたところ、あれですね、全スロットを次スロットにしたりとか、全スロットを二次スロット、まあ、さっきのマンシリー&、白星もそうなんですけど、まあ、全スロットを、何々に変更みたいな、やつがあれば、解除できるということなので、まあ、それを使っていこうかなと思ってます。まあ、あとあれですね、まあ、最近ですと麦わら&麦わら一味、麦わらルフィ&麦わら一味もいるんですけど、まあ、それでも解除できるらしいです。 であと2ターン内でタップタイミングバリア、まあ、これは解除しなくてもいいかなと思ったんですけど、一応ね、ポイント高いキャラ入れてると、まあ、こちらの、月光モリアで、パワーバーを一旦減らして、まあ、こちらの、ガープで、一旦減らすということで解除できるかなと。であと撃破時に、自分の体力を 30% 回復とスロットを空スロット、まあ、空きスロットに変換してスロット変換負荷がついているという形なんですけど、まあ、多分ですけどフラミンゴいるので、フラミンゴさんいるので、まあ、火力は問題ないかなと思ってます。まあ、やばそうであれば今後変えていこうかなと思ってます。はい、ということで続いてはルフィ編ということなんですけども、まあ、バトル2の方で5ターンの間チェーンケース増加量が 0.1 倍で、6ターンの間、防御力を1000倍ということなんですけど、まあ、防御力の方はですね、こちらの兵庫郎の方で解除することができます、6ターン、うん、なので大丈夫かなと。はい、ということでちょっとね、ギミックの方で解除できていないものが、多々ありましたので、ちょっと変更してきました。まず一応先に、あれですね、チェーンケース増加量 0.1 倍の場合なんですけど、まあ、それはですねこちらの3時で、解除するということで、先ほど紹介した金右衛門のとこの3時を、ロビンに変えております。すいません。で、8ターンの間、上段の効果、船長効果無効ですね、まあ、これはですね、ロージャー&ニューゲートの必殺技で、戦場効果無効20ターン回復できるので、まあ、それ大丈夫かなというとこと、上段封じ、まあ、これは、ビビアンドレベッカで解除しようかなと思ってます。で、最後にですね、3個のニックスロットを取るまで、毎ターン残り30 HP30% 減少だっけ、体力減少かで、攻撃力が 90% ダウンしてしまうので、まあ、その場合はねこちらのボンクレの必殺技で、お邪魔スロットを肉スロットに変換することができるので、まあ、肉スロットに変換して3個取ってから、まあ、ボンクレロジャーみたいな感じで攻撃すれば多分倒せるかなと思ってます。で、まあ、ここにねホーディーを入れようと思ったんですよ。まあ、なんですけどホーディーはお邪魔スロットを次スロットに変えてしまうので、お邪魔スロット変換が入っていない、封じ回復5ターンのキャラを、ここに入れておけば大丈夫だと思います。まあ、なのでビビアンドレベッカでもなくてもいいです、うん、ポイント特攻ついてなくてもいいので、とりあえず、封じを5ターン回復できるやつと、お邪魔スロット変換がついていない、キャラを入れておくといいのかなと思います。はい、ということで最後は、たしげ編ですね。まあ、こちらはですねバトル2の方で心地属性変換と、一旦の間必殺技使用回数制限が2回なんですけど、まあ、ここは大丈夫かなと
でバトル3の方でですね、スロットをお邪魔スロットに変換と力技速、心地属性スロットをフリースロット扱いにされてしまうので、まあ、実スロットにしてしまうと、まあ、フリースロットになってしまうので、まあ、そこの対策はボンクレイの必殺技で肉スロットに変換すると。で、まあ、それでお邪魔スロットとそのフリースロットは解除できて、であとチェーンケース増加量が 0.5 倍、まあ、これはですねルフィの必殺技で固定、チェーンケースを固定できるので、まあ、それで、固定しておくという感じですね。で、あのチェーンケースが 2万の場合は 90% 攻撃力が激減してしまうので、まあ、ちゃんとチェーンケース固定か、まあ、もしくは、チェーンケース増加量を、解除するような、必殺技を入れておくといいのかなと思います。で、繊維の必殺技ターンを一旦巻き戻しがついてますので、まあ、それで、巻き戻しされた時にボンクレの必殺技で、そうですね、1ミリを一旦、必殺技ターンを短縮させるという感じで、解除できます。 とあとは、特殊割り込みがあるんですけど、繊維をランダムで2体飛ばすのと、チェーンケース固定とチェーンケース増加量かなが増加量アップすると。であと、撃破時行動で6万ダメージが来てしまうので、まあ、その6万ダメージ来た時は、来る前に、こちらのブルックの必殺技で、2ターンの間受けるダメージを 90% 減らすことができるので、まあ、それで乗り切れるかなと思います。はい、ということで今回はトレジャーマップの、VS 足しぎ編の、初心者編成の方を紹介させていただいたんですけど、まあ、そうですね、いつも通りなんですけど、やってる間に多分変わると思うのでちょこちょこね編成は変わってしまうと思うんですけど、まあ、多分今の状態でも勝てる敵かなと思ってますので、まあ、皆さんもぜひ、参考にしていただきたいなと。ロジャー&ニューゲートとか、まあ、そういうキャラとか、まあ、ボンクレ当てた方とか、まあ、そういう方々がいましたら、まあ、今の編成で乗り切れると思うので、まあ、ぜひ参考にして見てくださいということで、まあ、今回はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。参考になっておった方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。